昨年青色 LED の開発でノーベル賞を受賞した天野宏教授。今教授が挑んでいるのは照明に使われる LED ではなく紫外線 LED。 その役割とは、中で紫外線が広がって大腸菌とか殺菌を死滅させることができる。この技術を使えば食材や水の殺菌が飛躍的に簡単に、そして確実にできるようになるといいます。夢は世界中の誰もが安全な水を飲めること。研究のパートナーはフランス人の粘り強いエンジニア。世界が変わったらいいですね。この紫外線 LED の開発には16年にもわたる地道な研究がありました。結晶が割れてる、これはまあ物にならない。数千回の試行錯誤の後にようやく光が。今回は開発の現場に独占密着。いや、これはすごいですよ。すごい未来が広がります。紫外線 LED で世界を変えたい天野教授たちの次なる夢に密着しました。